エーシンデルティは3歳で初勝利を挙げるとレースを重ねながら着実に力をつけ5歳になって本格化。1600万したオープンと連勝して臨んだ G3 エプソムカップで重賞初勝利を挙げると充実期を迎えた6歳児には G1 宝塚記念で名将サムソンや浅草キングスなどを相手に堂々の逃げ切り勝ちを収めました。父のフレンチデプティは条件を問わず様々な舞台で多くの活躍馬を輩出しており、中でも代表3区の黒船は主母馬としても大成功を収めています。またサウンドトゥルーが昨年東京大賞典を制したようにフレンチデプティの3区は長きにわたって一線級で走っています。そんな父の影響を色濃く受け継ぎ重厚感のある馬体を誇る本馬、後継主馬としてとても楽しみな一頭と言えるでしょう。全30戦のキャリアの中で G1 制覇まで勝利を積み重ねた自身のように成長力に富みステップアップしていく産駒が多いと見ておりますので、今後もエーシンデプティ産駒をどうぞご注目ください。エーシンデプティの本年度種付け料は受胎確認後30万円または産駒誕生後50万円となっております。ぜひ配合候補の一頭としてご検討ください。以上、エーシンデプティでした。